友人の森キャンプ場ですね。ここは古書山に登るための登山口としてとっても適してるんだけど、古書山っていうとね、福岡の人でもね知らない人が多い山かなというふうに思います。古書山実はね、大狐のカミソリ、これの群生地があるというふうに本に書かれてあるところです。それと福岡の九州百名山の一座ですね、まあ、それぐらいいい山っていうことです。この動画を見ると古書さんが大狐のカミソリ、これがあるのかないのか、あるとしたらどれぐらいの群生地なのかっていうのがこの動画を見るとわかります。あとね、鎖場とかロープとか、そこら辺の割とリスキーなところもあるんですよね。でそれがどれぐらい危ないかというかね、登りがいがあるか、そこら辺もねこの動画を見ると、分かります。あとね、令和2年7月豪雨ですね、そこの影響もどれぐらいあるかっていうのもね、随時にその場面が分かるかなというふうに思います。まあ、こんな感じでね、九州百名山を中心にいろんな山を登っているので、もし興味がある方はチャンネル登録の方をしてもらうとね、すぐに YouTube の動画をアップしたらね届けることができるかなというふうに思います。今日は天気があまり良くなかったんですけども、どんな登山になったか今から紹介していきたいと思います。どこなの俺のお若いトラ。一個が朝だけで、もう一個は何でしたっけ。もう一個何だったかな。奥の院の方からですね、左側からこっちから上りに使おうと思います。こういうやつじゃないけどさ、買い直すにしてもすごいもん。そう、そこまで来めんどくさ滝登りね。あのくらい小さかったら流されるけん上に運動かな。モンゴ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 動くってあるけど。奥の院、わあ、入れるの中に。うわ、涼しい。奥の院はね、私がちょっと、いや、山ちゃんの体は挟まる。入れないですね。あのザックを下ろした
そうね。俺も一人で、ね、登山しとったので、そこ登らんでから降りとったと思う。この先側がね、開けてると思うので、開けてる方がいいですね。まだある？まだありますね。ああ。もう本当安心できないですね。あ、下りで捕まんでよかったね。入ってきたところはこっちですね。でもたまに同じのあげてる。